塩村彩香さん。はい、立憲民主社民の塩村でございます。今日はよろしくお願いいたします。まず最初なんですが、マイナンバーカードの交付状況とマイナポイント事業の執行状況についてお伺いをさせていただきます。政府は令和4年度末にほぼ全国民に個人番号マイナンバーカードを交付をするということを目指していますが、4月1日時点までのマイナンバーカードの交付枚数は5487万枚となっておりまして、総人口に対する交付率は 43.3% と、いまだ半数にも達していない状況です。今後のマイナンバーカードの交付見通しについて、どのように考えているのかお伺いをしたいと思っております。またですね、マイナポイント事業の第1弾として、令和3年度当初予算までに約3000億円、第2弾として、補正予算で 1.8 兆円のマイナポイント事業費補助金を計上しています。マイナンバーカードの普及に向けた事業に関する予算の執行状況および費用対効果について、見解をお伺いいたします。総務省吉川自治行政局長。まず私からマイナンバーカードの交付状況についてお答えをさせていただきます。交付枚数の累計は5月12日時点で約5605万枚であり、人口に対する割合は 44.3% となっております。現在政府全体で令和4年度までにほぼ全国民に行き渡ることを目指して取り組んでいるところでございますが、先般岸田総理からマイナンバーカードの普及と利便向上を強力に進めるよう改めて指示があったことを踏まえまして、4月28日総務省において金子大臣を本部長とする従来の新型コロナ関係の推進本部を改組いたしまして、すでに構築されております自治体との間の連携体制を活用し、自治体の取り組みをしっかりと後押しする体制を整備したところでございます。新たな推進本部体制の下でマイナポイント第2弾に全力で取り組むなど、マイナンバーカードのさらなる普及促進に向け自治体とも緊密に連携しながら総務省を挙げて取り組んでまいります。塩村彩香さん。はい、ありがとうございます。令和4年度の、診療報酬改定によるマイナ保険証の負担増につきましては、4月6日の決算委員会において与野党の議員からマイナンバーカードの普及促進に逆行すると疑問の声が上がりました。マイナンバー制度は行政を効率化し、国民の利便性を高めて公平公正な社会を実現をするという、社会基盤です。一方、すでに多額の予算が投じられ、今後も運営費が生じることから、マイナンバーカード交付等の事業の実施状況等について調査をして、制度自体が適切かつ効率的に運営されているか、十分に検証するということが重要であると考えています。そこでですね、会計検査院に対しまして、国会法第105条に基づきまして、マイナンバーカードの普及等に向けた事業の実施状況等について、検査要請をすべきだと考えておりますので、委員長にお取り計らいを願います。ただいまの件につきましては後刻理事会で、協議をいたします。塩村彩香さん。はい、ありがとうございます。それでは次のテーマに移りたいと思います。訪問介護の問題です。これ省庁別審査でも取り上げさせていただいたんですが、まずはですね、新型コロナワクチンの優先接種の問題がございました。ワクチンの優先接種は訪問介護従事者は施設介護従事者と違いまして、コロナ感染者を介護すると確約をした従事者しか対象となりませんでした。それも批判が多く起こった後になんですね。一方で基礎疾患を持つ人は優先接種の対象となっておりまして、それは程度の重さを問わないと、例えばその偏頭痛だとかその喘息でもいいということで、それはさすがに訪問介護従事者をないがしろにしすぎではないかということで、先般の省庁別審査で後藤大臣とやり取りをさせていただきました。大臣、この件覚えていらっしゃいますでしょうか。はい、ありがとうございます。で、大臣はですね、今後仮に新たな感染症が発生をして、それに対応する新たなワクチンを接種するということになった場合は、諸般の考慮要素を総合的に勘案して、専門家の意見を伺いながら、接種順位を決定することとなるものと考えていますと、このようにご答弁をされました。この大臣の答弁で、まだですね、訪問介護の従事者の方々は不安を持っていらっしゃいます。
まず、例えばその喘息など、しかもその基礎疾患の程度を問わず、こうした方々は、私も含めてなんですが、優先接種の対象になるんですね。受けてませんが、その優先接種では。一方で、訪問介護従事者は、多くの高齢者の方を介護しており、密着をした、体を密着をした介護を行っていらっしゃいます。コロナウイルスをうつしたり、そしてうつされて、そのウイルスをまた違う高齢者の方に感染をさせてしまう危険性は非常に高いということなんですね。その点を勘案しても、程度を問わない基礎疾患を持つ人よりも、訪問介護従事者の接種順位が低いということは、やっぱりこれちょっと科学的なエビデンスとしても、整合性が取れていたのかというところがちょっと疑問なわけなんですね。ここちょっとお答えいただきたいと思います。後藤厚生労働大臣。新型コロナワクチンの1、2回目接種の優先順位については、先日、委員からもご質問が出ておりましたけれども、政府の分科会において、重症化リスク、医療提供体制の確保の必要性等に鑑み、まずは医療従事者と、次に高齢者、その次に基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事者の順に接種を行いまして、その後、それ以外のものに対して、ワクチンの供給量や地域の実情等を踏まえて、順次接種を行うことを基本的考えとすることで、取りまとめられたことを踏まえて検討したものでございます。で、このうち高齢者施設等の従事者の範囲については、業務の特性として、仮に高齢者施設で入所者等の新型コロナの患者が発生した後にも、高齢の患者や濃厚接触者への施設サービスを継続する必要があるとともに、施設でのクラスターを抑止する対応を行う必要がある。そういうことから、高齢者が入所を居住する施設で、利用者に直接接種する方法を方を対象といたしました。一方、ご指摘の訪問介護といった住宅系サービスの従事者については、仮に在宅系サービス事業所の利用者に、新型コロナの患者が発生したとしても、当時、こうした患者は原則として入院とされていたために、必ずしも在宅系サービスを継続する必要がある事情になかったことから、対象としなかったものでございます。ただ、こうした取り扱い自身がその後変わったということで、その後の対応ぶりについては、委員ご承知のとおり、対応を変えてきております。で、今後、新たに、仮に新たな感染症が発生し、それに対応する新たなワクチンを接種することになった場合には、今回と同様に、諸般の考慮要素を総合的に勘案しながら、専門家の意見も伺いながら、優先順位を決定するものになるというふうに思っておりますが、いずれにしても、高齢者が住み慣れた場所で安心して生活できるという観点でも、訪問介護など、在宅サービスが重要な役割になっていることを十分に承知しておりまして、そうした観点から適切に判断してまいりたいと思います。塩村彩香さん、はい、ありがとうございます。私が聞かせていただいたのはですね、これ決算なのではっきりさせておきたいなということでですね、程度を問わない基礎疾患を持つ人よりも訪問介護従事者の接種順位が低いということは、科学的なエビデンスから考えていても整合性が果たして取れていたのか、これを聞かせていただいたんですね。大臣の中でですね、程度を問わないその基礎疾患と訪問介護従事者の比較順位というものは、どのように考えられているのか、お伺いをいたします。後藤厚生労働大臣。確かに今の答弁は、施設の方と、それから訪問介護の方たちを比べたことが中心の答弁をさせていただいたというふうに思います。で、まずは医療従事者、次に高齢者、その次に基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事者ということでございますので、高齢者施設等の従事者との関係で議論いたしました。基礎疾患を有する者というのは、これはやはり科学的に見ても、実を言うと、
基礎疾患を有することをもって、リスクが高いということでございます。基礎疾患を有するものと、その他のものとで、ここに具体的に比べてみたときに、どの程度リスクの差があるのかというお尋ねについて、なかなか一概にはお答えできないところでありますけれども、やはり基礎疾患を有する方が感染したときのリスクというのは、これは類型的に相当高いものというふうに考えて、科学的にそういう前提の下で、こういう優先順位を設定いたしております。塩村彩香さん、ありがとうございます。ちょっとその話がうまくかみ合っていない部分もやっぱりあろうかなというふうに思っているんですが、喘息であったとしても優先接種の対象になって、その程度は問わないということも確認が取れているわけですよねと。でそこと訪問介護の従事者、高齢者というのは非常にリスクが高いわけですよね、コロナに感染してしまうと。その人たちを訪問介護をすると、でもし一回移してしまったりとかすると非常にリスクも高くなるし、でこうした従事者の方がまた感染してしまうと、訪問介護いくつも掛け持ちをしているのに行けなくなってしまうと、また今ですら足りていないのにさらに足りなくなってしまうという状況もあろうかというふうに思っています。で基礎疾患重たい方は確かに罹患をすればリスクは高くなるというふうに思うんですが、程度を問わない基礎疾患と訪問介護従事者の比較順位が訪問介護者の順位の方が低いということはどうなのかと。これはやっぱり非常に訪問介護に従事されている方からですね、ショックの声がやっぱり上がっているので、ここは受け止めていただきたいというふうに思っていますし、きちんと今後は優先順位をつけていかないとまた混乱が起こるということになってくるのではないかというふうに思っています。どうあるべきかというのはしっかりと厚労省の方で考えていただきたいというふうに思っています。で今後なんですが、今言った程度を問わない基礎疾患と訪問介護従事者は同等と扱うのか否かというのはやっぱり改めて聞かせていただきたいんですね。その時々で決めていくということなんですが、普段からじゃあこれは優先順位が訪問介護従事者は低いのかというふうに今の話では大事な話では取れてしまうわけです。で先ほどご答弁もいただきましたが、前回の決算の質疑でもですね、大臣は高齢者が住み慣れた場所で安心をして生活ができるという観点でも、訪問介護など住宅系のサービスが重要な役割を担っていることは十分に承知をいたしておりまして、適切に判断をしてまいりたいと、今日もご答弁、そして前回もありました。そこで伺うんですが、適切に判断をしてまいりたいという答弁の意味なんですが、その時の判断ですよね。その判断は今です、後から考えてみても、基礎疾患と訪問介護に差をつけたことは、適切であったということを含むのか、またですね、今後新たなワクチン接種等がですね、必要になった場合、この決算質疑で私が訪問介護従事者の声を届けたということを踏まえて、今後は少なくとも自己申告の基礎疾患と訪問介護従事者の、レベルといいますか、対応は同じというところをまず考えていただけるのか、この2点。こういう可能性はあるのかということを2点お伺いいたします。後藤厚生労働大臣。4月25日の決算委員会において、委員からこの先新たな感染症が発生する可能性があるため、施設介護者も訪問介護者も基本同じであるという考えの下で対応を考えていくべきであり、こうした方向性を検討できないかという、そういう、ご質問がありまして、それに対して私からは、今後仮に新たな感染症が発生し、それに対応する新たなワクチンを接種することになった場合には、諸般の考慮要素を総合的に勘案し、専門家の意見を伺いながら、接種順位を決定することとなるものと考えているが、いずれにしてもということで、高齢者が住み慣れた場所で安心して生活できるという観点では、訪問介護など、在宅系のサービスが重要な役割を担っていることは十分しており、十分承知しており、適切に判断してまいりたいと、答弁させていただいたというふうに認識をしております。したがって、議員ご指摘の適切に判断してまいりたいという答弁は、今後の新型コロナワクチンの
順位、ワクチンの1、2回目接種における接種順位の評価を念頭に置いたものの答弁ではございません。将来的な判断として、サービスが重要な役割になっていることを承知しておって、適切に判断していきたいということを申し上げたということであります。で、立場としても、高齢者が住み慣れた場所で安心して生活できるという観点でも、訪問介護など、在宅系のサービスが重要な役割になっていることは、十分承知しておりますので、適切に判断していきたいというふうに思っております。塩村彩香さん。はい、じゃあ、それは可能性はあると。きちんとその訪問介護従事者の方の接種順位などなどはきちんと勘案されていくと、今回と同じような対応になるとは限らない、まあ、いいふうに変わる可能性もあるという意味にとってよろしいでしょうか。後藤厚生労働大臣。高齢者施設の取り扱いをどうしていくか、先ほども申し上げたように、前回の判断の元にあったのは、在宅におられる方が、例えば感染をしていたような場合には、当初は入院を前提に考えておりましたけど、その後、在宅の場合にも入院をしないで、医療をなんとか確保していくという方向で、全体としてのオミクロンに対する対応等が進んでくる中で、対応について、在宅の場合にもしっかりするように変えていったわけでございまして、そういういろいろな全体としての状況や、感染の状況、そうしたことも踏まえながら、どういう人的資源も含めて対応が可能かということも含めて、その時その時最善の優先順位を考えていくと。で、その時に今申し上げたように、高齢者が住み慣れた場所で安心して生活できるという意味においては、高齢者施設も在宅もそのことについては双方重要であるという認識を持ってやらせていただきたいと思います。塩村彩香さん。ありがとうございます。重要なご答弁だったというふうに思います。しつこいようですが、重ねてお伺いいたします。では、可能性はあるということでよろしいでしょうか。後藤厚生労働大臣。重要な役割るようになっていることは十分承知しておりますので、適切に判断していくという中には、もちろん可能性を否定しているのであれば、適切に判断しているということは言えないというふうに私も思います。塩村彩香さん、はい、ありがとうございます。かなりの方がほっとされたというふうに思っています。資料の1をご覧ください。この表を見て分かる通りですね、日本って訪問介護の方を大切にしているとは決して言えない状況なんですね。ですので、この点も踏まえていただきまして、対応をしっかり行っていただきたいというふうに思っております。続きまして、同じなんですが、今度は PCR 検査と抗原検査、これも前回取り上げさせていただきました。これも国は差をつけてるんですね、施設介護と今度は訪問介護従事者も同じなんですが、でこの点を改善してほしいという声はですね、ワクチンの優先接種以上に多く届きました。でクラスター対策として施設介護従事者へ手厚くなっているようなんですが、訪問介護従事者も、事業所が同じということも多いので、クラスター対策としてというのであれば、同じ事業所にみんな一旦集まったりとか、そういうこともよくあるということで、なおさら PCR 検査、抗原検査も同等にしていかなくてはいけなかったのではないかというふうに私は思っています。で少なくとも検査に余裕が出ている状態になっても、そのまま差をつけていたんですね。どうしても検査に余裕がないなどの場合以外はですね、施設介護従事者も訪問介護従事者も同様の対応をできるのであればしていくべきではないと考えますが、いかがでしょうか。後藤厚生労働大臣。介護分野における検査につきましては、当時の検査能力や、自治体の業務負担の制約等を踏まえまして、集中的実施計画に基づく定期的な検査の対象施設に、高齢者施設等の施設系サービスを基本としつつ、訪問系サービスについても、
高齢者との接触の機会が多いことから、定期的な検査の対象とすることを検討するよう、都道府県等に依頼してきたところでございます。まず、施設系サービスを基本としていた理由は、施設では高齢者が集団で生活しており、施設内で感染者が出た場合に、多くの人数が一度に感染する、集団感染、クラスターとなる可能性がありまして、感染者が出た後においても、濃厚接触者を含む入所者へのサービスを継続しなければならないといった業務の特性がありまして、そうしたことから、訪問系サービスと比べて、入所者や施設運営に与える影響が特に大きいということを判断して、先ほど申し上げたような制約も踏まえた上での対応でございました。いずれにしても、対象施設に訪問系サービスも含めることを検討するよう、現在、集中的実施計画の策定、あるいは運用について、対象施設、今申し上げたように、検討するように指示しておりまして、都道府県とも連携して取り組んでいきたいというふうに考えております。特に今、委員から検査能力が十分確保されている場合等にという、そういう限定もついておりますので、訪問系サービスも対象施設に含めることについて、都道府県等と連携して取り組んでまいりたいと思います。塩村彩香さん、はい、ありがとうございました。現在はですね、こう制度とか施策を考えるときに、訪問介護従事者とそして施設介護従事者、ここ差がついているというところからスタートしていると、これがとても気になっているということで、私の場合は訪問介護に従事している人が多いですので、そのような声をいただいています。で、日本は地域包括ケアをやっぱり推進しておりますから、この先訪問介護従事者の方のなり手に歯止めをやっぱりかけなくてはいけないと思っておりますので、自分の命を守る政府の政策に最初から差がついているのであれば、なり手不足にやっぱり拍車をかけてしまうかというふうに思います。それじゃやっぱりいけませんので、今回の訪問介護問題におきまして、政府はやっぱり今回リスクコミュニケーションみたいなところでですね、少し失敗したかなというふうに思っているので、早急に立て直していただきたいなというふうに思っておりますが、先ほどのご答弁で、ね、かなりの方はほっとしたというふうに思っています。で、もう一点だけお伺いさせてください。まずは施設介護従事者と訪問介護従事者をまずは同じという点から政策とか施策を考えていく、スタートしていく、これが重要なんじゃないか、今、違うところからスタートしているから、こういうことがやっぱり起こっているので、ここが重要じゃないかというふうに思うんですが、同じというところからスタートすることが大事だと思いますが、見解をお伺いいたします。後藤厚生労働大臣。いろいろな施策を考えていくときに、施設介護と訪問介護で、そこにその質的な差や、あるいは制度的な差を設けて考えるという、そういうつもりはありません。今回の場合は、その新型コロナウイルス感染症に対するその限られた資源、状況の中で、どういう順に感染対策をしていくかという観点からの議論でございまして、介護政策上、特に申し上げたいのは、施設介護も、そして訪問介護も、どちらも介護として重要で、地域の高齢者の皆さんたちをしっかりと支えていく制度であるという認識は、委員の認識と全く同じでございます。塩村彩香さん、はい、ありがとうございます。今回これだけいろいろと強く言わせていただきましたので、今後はあれと思うようなことがおそらく少なくなってくるんではないかなというふうに信じまして、次の質問に移らせていただきます。次はですね、省庁別審査、環境省の時に取り上げた、環境省が省令の脱法行為をですね、日本健保存会にアドバイスをしていたとする、同会の理事会資料の問題につきましてです。これ、動物愛護と福祉にとって非常に大きな問題だというふうに思っておりまして、強い言葉で、それは環境省の方はこんなことは言っていないんだと、もう侵害であるというふうにおっしゃっておりました。で、あるならばきちんと抗議をしてくださいねっていうふうにお願いをしておりました。で、その後すぐに質問推奨を出させていただいたんですが、ちょっとかなり食い違う部分がやっぱりあるんですね。ここはちょっとおかしいなというふうに思っております。まずなんですが、資料3、ご覧いただきたいというふうに思うんですが、私はですね、
強く抗議をするべきって要望したんですが、質問収書では抗議の意味をするところが明らかではないとまず逃げてしまっておりまして、でその日のその前後いろいろと読ませていただきますと、私が質問収書を提出したその日にですね、まあ、急いで日本権保存会の方に説明に行っているような状況だというふうに見て取れます。一番の問題なんですが、まあ、資料と国会答弁、質問推奨にずれがあるということなんですね。資料2のところに、日本権保存会は第一種取扱業を取得していない場合に、省令を超えて繁殖させる場合として環境省に質問しているわけです。繁殖をさせたいわけなんですね、省令を超えていても。それに対して環境省の見解は、地方自治事務のため、まあ、所轄の動物愛護センターに確認してほしいという旨、説明であったと。でその際、天然記念物で90年以上の保存、育成がされてきた犬種である、特に中型犬種、日本犬なんですが、繁殖は激減している犬種であると、それらの保存のための繁殖であるということは強調されてよいと、まあ、このように理事会の資料に書いてあるんです。まあ、繁殖の可否が趣旨なんですね。まあ、しかし、答弁書で環境省は、登録が必要かどうかの問い合わせがあったと、一概に見解を述べることは困難であり、当該登録の事務を所掌する都道府県の担当部局に問い合わせるよう回答したと答弁をしてきているんですね。これちょっとおかしいとやっぱり思うんですよね。保存会は省令を超えて繁殖させてよいかというのを聞いているわけで、一切登録が必要か否かについては、資料を読んでも、まあ、前後まで読んでも、問い合わせの趣旨ではないということが明らかなんですよ。でこれは第一種動物取扱業に登録をしていない会員が、省令を超えて繁殖をさせてもいいかと聞いていることはもう明白なんですね。ちょっとやっぱおかしいわけなんですよ。繁殖をさせていいかっていう問いに、登録は地方自治体に聞いてくれということでずれていて、ちょっとこのあたり、おかしいんじゃないかなというふうに思っておりますが、日本権保存会が理事会資料に掲載している内容に間違いがあるのか否か、お伺いいたします。環境省、奥田自然環境局長。お答えいたします。まず環境省としましては、動物取扱業の適正化を図るためにですね、使用管理基準、省令の厳格な運用の推進を呼びかけておりまして、4月6日の日だったと思いますけれども、私の方はお答えさせていただいたとおりですね、公益社団法人の日本権保存会に対しても、省令を軽視するような回答というのは一切しておりません。また、確かにご指摘のですね、日本権保存理事会の資料の中、まさに環境省が、見解とされている部分、これについては誤解を与えるような表現がですね、あるというのも事実だと思います。ですから、我々のそこの点は不適切であるというふうに考えておりまして、それは議員の、からいただいた、質問注意書に対しての答弁書においてもですね、お答えをしております。具体的に担当者に確認を再度させていただきましたけれども、この時の我々が問い合わせや聞いたのは、まさに第一種動物取扱業の登録が必要か否かと、そういう趣旨で聞いていただいたので、それは動物愛護センター県の方に聞いてくれというような話をさせていただいたというふうに、当事者の方からは確認をしております。したがって、決算委員会での私の答弁と、少なくとも先生にお答えしたですね、質問主意書の対する答弁というのは整合しているというふうに考えております。まあ、一方で繰り返しになりますけど、理事会資料に同会が記載した内容というのは、環境省の見解とは異なるというふうにも恐れがありますので、まあ、委員もご承知のとおりですね、日本権保存会に対しては、環境省の考え方をきちっと伝えるとともにですね、同会の理事会および会員に向けた正確な周知というものを強く要請しております。まあ、今後はこのようなことがないよう期待しているところでございます。塩村彩香さん、はい、ありがとうございます。最後に1点、環境大臣にお伺いしたいと思います。この団体は、省令を、まあ、脱法的な数値で生まれた子犬についても、登録をすると言ってるんですね、血統書を出すと言っているんです、これは厳格な運用を推進する立場の環境として適切では言えないのではないかと思うんですが、簡潔にお答えいただけたらと思います。山口環境大臣。
血統証の発行については、各血統証発行団体がおのおののルールにのっとって行っているところです。その前提として、動物取扱業者が行う犬の繁殖については、交配年齢も含めて、使用管理基準省令を遵守して行われるべきものと認識しています。法律上は、動物取扱業者でない個人の行う犬の繁殖については、基準省令は適用されず、繁殖年齢の上限が強制されるものではありません。一方で、動物愛護の観点からは、繁殖によって高齢の母体に過度な負担をかけることは避けるなどの配慮を行うことが望ましい、こうした動物愛護の考え方が、関係者や国民の間に広く浸透していくことが大事だと認識しています。塩村彩香さん。はい、終わります。午後1時20分に再開することとし、休憩をいたします。ただいまから。